こんにちは、ムカキンプレイヤーのフォルテです。今回は今後の OB 登場候補の選手12球団それぞれ紹介していこうと思います。 OB2 段来るかなって日の3日前ぐらいに出そうかなと思ったんですけど、気づけば明日っていうところでね、ちょっと遅い感ありますけど、まあ、実際 OB2 段が来た時に獲得するか迷った際に、他にもこの選手がこの後来る可能性もあるから、じゃあスルーしようとかいうところも役立つかなと思いますので、まあ、いろんな候補をご紹介するので、まあ、自分で予想する時とかよかったら使ってもらえればなと思ってます。ではやっていきましょう。それでは早速オリックスから登場候補選手ね、まとめたものをご紹介していきます。で、今年の OB すでに登場している選手はライト長池選手、先発村田投手、セカンドスピー監督後藤選手となっております。ってところで、基本的には同じスピリッツで同じポジションの選手とか来ちゃうと、同じポジションの選手は登場はしにくくなる、まあ、可能性は少し下がったみたいな考え方はできるとは思います。まあ、注目だと糸井選手が来るのかっていうところ、オリックスなのか日ハムなのかっていうところとか、よく質問が来るんですけども、登場の可能性オリックスもあるかなとは思っております。まあ、理由は他のポジションの適性も高いからみたいなところがありまして、例えば長池選手ライトなんですけれども、糸井選手はセンターも適性 B に行けるっていうところがあります。まあ、そのためセンター枠としての扱いであればバッチリな需要があるっていう選手になってくるんで、登場の可能性があるかなっていうふうな考え方ですかね。まあ、勝手に自分でやってるんですけど、まあ、実際ポジションかぶりでも選手が登場する例は過去にもあります。去年でいうとロッテだと、まず山内選手がレフトでね、ミパエドーチャーアーティストで登場してきたのに、その後でレフトのディアーズ選手が登場っていうこともありました。まあ、リーグもリアタイもね、劣ってる能力なのに登場したっていうことは、まあ、他のポジション枠っていう考え方だったんですかね。まあ、キャッチャー適性とかもある選手になっております。まあ、言うても里崎選手が、ね、先に来てたんで、その後で来るってなるとキャッチャー枠としても微妙なので、なんならまあ DH 枠なのかなみたいな感じはしますね。まあ、ステは高いので、そういった意味で、まあ、次の順番としては後だったのかなってとこですかね。まあ、おそらくこれは DH 枠だったんじゃないかなみたいな考えをしております。で、今年の TS で言うとピッチャーの場合は、広島でまず長川投手がね、抑えで登場したんですけども、その後で同じ抑え適性がメインの中崎投手が登場しました。まあ、ただ中崎投手は中継ぎ適性もエースだったので、おそらく中継ぎ枠だったんじゃないかなみたいな個人的には思っております。まあ、他の適性内としても、まあ、出るとしたら基本的には後に出る選手の方が捨てが高くなるのかなってところですかね。まあ、なのでポジションが1個しかない選手とかだったら、先に同じポジが出てる状況だと捨てが低いんだったら登場しにくいけど、前の選手よりも捨てが高くなるんだったら、まあまだ可能性はあるのかなみたいに思ったりはしております。ってところでね、まあ、完全に可能性が消滅できる選手が少ないので、いろんな候補ねバーって並べちゃってるんですけど、まあ、現状はこういった選手がね可能性ありそうかなっていうところです。ところで石嶺選手ですね、こちらは12球団オーダーでも右打ちが好きな方は、まあ、キャッチャーとして代打起用からのキャッチャーがなってくると思うんですけど、アーティストでかなりの高ステータスで特の発動性を打てるので、右打ち好きな方は結構おすすめな選手になるかなと思います。投手ですと、まあ、年度的には佐藤投手、星野投手、山田久志投手とか、そのあたりが今年ありえそうかなっていう周期かなとは思いますね。ソフトバンクです。抑えのサファデ投手、キャッチャーの野村選手、中継ぎの森福投手と来ております。まあ、そのため、このポジションの選手の可能性は、今後は少し下がった状況かなってところになります。野手できそうなところは、まあ、田村選手が順番的に、まあ、今年はそろそろソフトバンク版もありえそうかなっていうところだったり、まあ、門田選手とかもね、年度的にありそうかなと思います。当初は年度的には荒垣投手、真原投手あたりが今年ありえそうかなっていうような周期になってますかね。西武です。中継ぎギャレット投手、センター秋山選手、抑えの高橋投手が来ております。高橋投手は中継ぎも S なので、まあ、どっちでも扱いはできるかなって感じですかね。まあ、野手だと清原選手がいよいよ来るのかっていうところが注目になっております。年度的には田淵選手が西武のターンかなと思うので、結構可能性高そうなところと、鈴木選手あたりとかもね、順番的にありそうかなと思っております。投手ですと渡辺投手、工藤投手とか、まあ、年度的にね、ありそうかなっていう感じになります。まあ、ちょっと投手は絞りづらい感じはしますね。楽天です。レフトリック選手、中継ぎ福山投手、センター肘沢選手と現状 OB 登場しております。まあ、てところでレフトすごい高ステータスの選手いないので、可能性下がったかなっていう状況ですね。まあ、野手はサードの選手が、まあ、周期的に誰かしら来そうな感じはしますね。まあ、純正的にはアーティストの山崎武選手が来てほしいところになってますが、まあ、中日の可能性もなくはないような状況かなと思います。投手だと岩隈投手、小倉投手、福森投手あたりが年度順番的には
ありそうかなって思ったりしますね。ロッテです。先発村田投手、ショート西岡選手、キャッチャー佐々木選手と登場しております。野手はとりあえず落合選手ですね。まあ、リーグもリアタイも超目玉の選手で僕も狙ってるんですけど、順番的にありそうかなと思ってます。年末にね、毎回来てるんで年末に登場が濃厚かなとは思っております。あと高澤選手とかも年度的にありそうかなってところと、まあ、外国人レオン選手とかリー選手とか久々の登場というところもあってもおかしくないと思います。投手ですと伊良部投手とか成瀬投手とか、まあ、そのあたりが年度的に自然なのかなって感じですかね。日本ハムです。先発ただの投手、レフトスレッチ選手、キャッチャー鶴岡選手と来ております。まあ、一旦レフト可能性下がったかなっていう感じですかね。外野はまあ糸井選手も可能性はあるっちゃあるのかなっていうふうに思いますし、まあ、ショート田中選手とかね、年度的に自然なのかなって思ったりします。で、投手は年度的に割と自然な人そこそこ多いので難しいんですけど、まあ、TS 登場になってた武田久志選手とか増井投手とかにありそうかなと、吉川投手とかもねありそうかなって思ったりします。ではセリーグですね。ヤクルトです。中継ぎセンターライトと OB と監督登場してます。登場濃厚なのはまあその連続登場している古田選手がまずまあその結構遅めの段ですかね来そうなのと、まあ、広沢選手が順番的に自然で、まあ、アーチ広角と非常に強い選手なので需要が高そうで、まあ、この二人は結構可能性高いかなと思っております。他稲葉選手、ラミレス選手とかバレンティン選手とかも ありそうかなって思う選手たちですかね。まあ、若干ポジかぶりっぽくても、まあ、ステータスはみんな高いので登場なくはなさそうとも思ったりもします。投手は年度的には松岡投手、川崎健次郎投手あたりが自然っぽいっちゃ自然かなって感じですかね。純正的には吉野投手とかイムチャンヨン投手、バーネット投手が来るとね、まあ、リアタイ的に面白そうかなとか思ったりしますね。 DeNA がライト抑えショートと登場しております。年度的にはセカンドローズ選手もしくは高木豊選手がありえそうかなってところと、キャッチャー谷重選手とかも順番結構自然な感じはしますね。まあ、センターは田村選手来たらちょっと熱いですけど、まあ、ソフトバンクっぽいですかね。まあ、逆に小鶴選手がね代わりに来てくれると能力が楽しみかなとは思いますね。投手ですと自然なのは河村投手とかになるんですかね。まあ、佐々木投手も連続登場してますけど、まあ、ちょっとクルーン投手も登場しちゃってるので、まあ、その辺がどうなるか難しい感じはしますね。まあ、別にクルーン投手中継ぎに回せるんで、そうなったらまあいけるんですけど、どうなるかって感じですね。で、いまいちちょっと予想しづらいかなって思います。阪神です。ファースト中継ぎライトと登場してます。まあ、とりあえずさすがにバース選手来ちゃったファーストの選手は可能性だいぶ下がるかなって感じです。で、可能性高そうなのはやっぱり城島選手ですかね。まあ、ソフトバンク版は野村選手来てるってところで、まあ、ないだろうってことを考えると、やっぱり阪神が濃厚かなと思いますね。あとは鳥谷選手だったり金本選手来ておかしくないと、まあ、期待してる方もね非常に多い選手なんじゃないかなと思います。投手は自然なのだと、まあ、能見投手、井川投手、この二人が特にっていう感じですかね。他はちょっと絞りづらい、まあ、新規の選手とかも一応ドリス選手とかも可能性はなくはないような感じで今年なってるんで、まあ、来たらちょっと野台勢注目かなっていう感じですかね。巨人です。サードを先発を抑えと登場してます。まあ、長嶋選手来たらサードはもうないだろうっていう感じですかね。野手は松井秀喜選手は結構来そうかなって感じですかね。かなりの高ステータスで注目の選手です。まあ、その他張本選手とかステータスの高い選手が登場期待されます。投手は自然なのは江川投手、牧原投手、斉藤投手あたりになりますかね。まあ、新規候補も結構多めにいるので、まあ、そこも注目かなと思います。広島です。サード衣笠選手、レフト前田選手、ライト天井選手が来ております。サードレフトはねかなりステータス高い2人が来てるので、他の登場候補は考えにくくなったかなって感じですね。まあ、ひとまず尾形選手が来そうかなとは個人的に思ってますかね。またショート、まあ、2人のうちどっちか来てもおかしくないかなと思ったりします。まあ、まだ投手来てませんので、まあ、投手もねまだまだ来るかなと思いますね。自然なのは笹岡投手、外小葉投手、大野投手のこの3人になってくるかなって思います。ラスト中日、ショート、ファースト、先発と来ております。まあ、ステの高い選手が登場しちゃってるので、まあ、次ねポジかぶりは考えにくいかなって感じですかね。まあ、ひとまず福留選手注目ですかね。まあ、相当頻繁に来てるので、まあ、来ておかしくないと思いますね。で、山崎武選手も来た場合はミパエドチアーティスト降格なので、まあ、かなりの目玉になるので注目になると思います。投手で年度が自然なのは川上投手、山本雅投手、岩瀬投手とかそのあたりかなって感じですかね。では以上です。またこんな感じでプロスピの情報をシェアとかしたりしていこうと思っておりますので、よければチャンネル登録高評価してもらえると嬉しいです。ショート動画メインでね本数なるべく毎日出していきたいなと思っております。では本日
日以上です。ご視聴いただきましてありがとうございました。